アラペコアザラシと申します。信長の野望申請、難易度は上級、シナリオは信長元服、選択大名は毛利。第7回を始めさせていただきます。前回は北九州の大友と全面戦争に突入し、まずは北九州の城2つを奪取したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。これでいける。よし、8部隊12部隊いいよいいよ。威風今日発生やっていきましょう。文字で威風今日発生させたらどこまで行く？あんまり行かないから、ちょっと離れてるんですよね、文字とね。でやっぱりこっちは毛利元就が大きい兵力を持ってるので、元就を前に出していきましょう。で小早川隆景710、多分これ兵糧がないんですね。元就のサポートぐらいしか役に立たしそうもないですね。では進めていきましょう。高台をいかに抑えられるかですね。はい、威風今日発生ですよ。3000か、まあまあっていったところかな。相手は結構きら星のようなメンバーですよね。で威風今日発生、木谷城とか落ちるかな。どこまで行く？よし、キーダには行きましたね。なんたることぞ。でただ兵糧がないよね、もうね。なので一旦騎乗ですね。みんな城へ帰ろうぞ。で文字には児玉さんかな。お前の喜びにござる。で木谷城には児玉さん、やっぱり入ってもらいましょう。いやー、人材が少なくなりましたね。お、士官がある。士官はどんどん受け入れていきましょう。聞いてください。登用もしていきましょう。ロコ講習やっていきましょう。よし、足軽大将が感謝に達すぞ。足軽大将が増えましたね。さてさて、で調略貢ぎ物、そうだ、三村家を吸収したので、あ、でも三好と友好になってますね。今のうちに三好とちょっと結んでおきたいですね。三好と結んだ上でとりあえず中国地、あの九州地方かな。そうだ、浄化施設の設定やってなかった。まあ多分委任しかできないんですけどね、この人たちの能力値だと。でもやっとかないとね、建設してくんないですからね。では戻りましょう。これより集金に励みます。いや、大内大友家が使えてみるもよい。攻撃職になったけど大丈夫ですね。戻りましょう戻りましょう。さてさて、次は島津が同盟できるようになったので同盟していきましょう。一応ねここでね同盟結んどかないとね。まず敵は大友に集中したいところですからね。かけるとしようか。ただ正直なところ中国地方は毛利のね、親族以外は大した武将がいないので、今後機内に出ていく強い武将たちと戦うためには島津も吸収する必要はありますね。そのためにも制度改新を早くやりたいんだよな。だから出世させないといけない。あ、そうだ、浮田直家とか入れればよかったな、合戦に。次入れていきましょうかね。もう小早川隆景とか無理だもんな、こっから持っていくのは。では進めていきましょう。さ
さてさて、それでは橘山城に向けて次は進軍を開始していきたいと思います。比叡大山から出していきましょう。もう小早川高景とか山陰の方はちょっと無理でしょうから、三村さん本当は出したいけどちょっと無理かな。毛利高元ギリギリいける。まあギリギリだな。では進めていきましょう。灌漑水路ができたと。二段詰めじゃやっていきましょう。やってみせまする。ちょっと労力足りないかな。では秋高山は兵糧がないのでダメですね。よし、吉田郡山からも出していきましょう。城攻めに行くとする。では進めましょう。よし、制度開始発令と。で鏡山からも出していきましょう。城攻めを。佐藤金山城も兵糧がないからダメですね。桜尾城からも出していきましょう。よし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 、城を取りに行きます。大友が集まりつつありますね。山吹城も出したい。山国立佐出したいな。出世させたいもんな。だけど56日分だから兵糧がないですね。では進めましょう。よろしいですか。よし、三好家の兵同盟結べるところまで行きました。これでよし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 。三好とはね、同盟結んでおいて織田の盾にしときたいですね。後院まで進めていきましょう。福原じゃさんじゃなくて毛利高元にしよう。受けたまわりました。高元の城は全部立ってますね。大丈夫ですね。あ、佐藤金山城が兵糧入りましたね。佐藤金山城からも出していきましょう。橘山城、これで何部隊出した？ 1,2,3,4,5,6 部隊。あと2部隊出したいですね。8部隊いれば大体なんとかなるからな。制作合計レベル8、いいですね。やっていきましょう。で、周防高森から浮田直家さんも出していきましょう。城攻めは良き策か。で、あと津和野城、野見さん出していきましょう。城を攻めます。これで8部隊のはずですね。1,2,3,4,5,6,7,8 部隊。で、先方はいくつ出てきてる？3部隊4部隊、5部隊、6部隊、7部隊、8部隊、9部隊。よし、これで威風中は狙いますね。いいよいいよ。狙ってこう、狙ってこう。おいおい、威風中どころじゃないんじゃないか？すごい来てるぞ。で、串崎城で米問屋建てていきましょう。遂行いたします。灌漑水路増築しとこうかな。いや、お金増やすために商人町増築しておきましょう。お任せください。何部隊出てきてる？これで8部隊でしょ。9部隊10部隊11、12部隊出てる。よし、これは威風強発生させるとすごいよ。あー、島津が出てきてるから軍が割れちゃったな。でも威風中は発生しそうだ。はて、ここまで行って橘山城、城を奪い取るぞ。はて、これでこのまま橘山城を迎えましょう。城を落としに行こうぞ。行くさぞ。準備を万端整えよ。よし、これでいいんじゃないか。8部隊10部隊威風強発生しないのは残念ですが、やっていきましょう。
村方の戦いですね。本当はイフウキを狙いたかったですけどね、島津が余計なことやりやがりましたからね。浮田直江が877か、ちょっと弱いな。元成と変えていくか。で、右翼は元成で突破していこう。では進めていきましょう。開戦です。小早川隆景がいないのがちょっと厳しいですね。吉川元春でこの要所を抑え、真ん中の要所には高本を送り込みましょう。浮田直江もサポートで向かわせましょう。熊谷さんは右翼、中央右を狙っていきましょう。元成は右翼そのままの右陣に行きましょう。で、桂さんも中央右のね要所を狙っていきましょう。これでいいでしょう。では進めよう。さてさて、多分これでイフ発生させる戦いは最後になるような気がしますね。よし、制圧制圧。ここの戦いが熱い戦いになってますね。3部隊来てるな。一旦引かせるか。制圧されてもいいでしょう。はい、撤退。ちょっと壊滅させないよう、討ち死にさせないように一旦引かせてから行きましょうかね。で、吉川元春は一人で2部隊対応するのはちょっと厳しいかな。で、梢さん前に出しましょう。こいつを食らっても生きていられるか。いやいやいや、はい、これで強撃入った。2部隊相手は厳しいか。いくら吉川元春でも決めてやりましょう。さらに出撃が出てきたと。そしたら元成もこっち行かせるか。ちょっとこれ3400の部隊と消耗戦しても仕方ないもんな。梢さん下げて高本前出しましょう。いいんじゃないか。よし、龍造寺高信撤退。お、西園寺さんですね。はい、こちらでまずはあんまりでも体力減ってないんだよな。今のタイミングで入れられる必要はないよな。で、ここでとりあえず一旦休みましょうかね。桂さんはこのまま進めればいいか。熊谷さんはあと1部隊出てくる恐れがあるのか。とりあえずこの軒口狙っていきましょう。はい、1部隊撤退。っていうか熊谷さんちょっと休ませよう。ここの野見さんもねちょっと疲れてますからね。我が策あらば負ける、皆も力を振るうのだ。あー、同説。混乱不要っていうのが厳しいな。よし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 、これで体力回復して形成能力がまた上がりますね。よし、これで勝てるでしょう。西園寺さんに対しては。いいんじゃないか。出撃するとしよう。おめでよ桂さん。そしたらこっちへ行きましょうかね。いや、一旦戻して熊谷さん体力戻ったから向かわせましょう。次はどのように。
ここの対バン勝負は勝てるでしょう。我が策にて仕上げと参りましょう。策の一つお指図を頂戴したく強撃状態になってますね。これでいいでしょう。我が前に立ち塞がる者らに抱け散れ。うまくならないんだよな。果て、いかにすべきかな。これで強撃状態にまたなるかな。いかにすべきかな。強撃状態になってますね。はい、一部隊撤退。我が先方の切れ味、その身で確かめ。まっすぐ進みましょう。桂さんは一旦戻しましょう。苦しき戦局を覆さねば。で、高本が、いや、疲れてるので休ませましょう。毛利小杖をまた前に出しましょう。浮田さんも出したいですね。では進めましょう。この軍略にて勝機をつかみ取ります。好機ございます。好機ございます。我が先方の切れ味、その身で確かめよう。では野比さんを熊谷さんの後に出しましょう。お命令を、お指図を頂戴したく。皆の者、退路を。このまま元就は敵の退路を防いでいきましょう。塞いでいきましょう。うんと、いつの間にか。よし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 。ここでモタナリの個性が発動しましたね。失礼しました。全部隊混乱状態でしょ。あ、違うのか。あれ違ったっけ。そういう能力だよね。防身合戦で全部隊敵混乱だから、今混乱してる最中のはずだよな。ちょっと浮田さんの隊で要所制圧に向かいましょう。よし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 、体力回復、兵力回復。皆の者、力を振り絞れ。で、ここで、いやー、ダメージと混乱が入るのが嫌だな。いやいや、立花どうせ強すぎるよ。この劣勢、得返さねばな。熊谷さん、バック戻しましょう。よし、立花道雪が倒したと。で、これでよし、乃木口破壊。そして敵部隊全部隊が混乱して、で、要所制圧、これで優勢勝ち。いやー、なんとか危なげなく勝利することができましたね。はい、優勢勝利。いやー、結構減ったな。5000も減ったか。タイマー勝負多かったからな。さあ、威風中発生。2つの城は願ってほしいな。我らの勝利を広め。よし、2ついった。まさか。よし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 。いかがだったでしょうか。いやー、島津が余計なちょっかいをかけなければ、立花山城のね、付近で威風強を発生させることも可能だったんですが、こういった時にね、ちょっとちょっかい出してこられるの困りますよね。やっぱり、博多のあたりでの、まあ、城が密集してるところでの威風中と威風強だと多分全然効果が違うと思うんですよ。なので、ここは島津にちょっとしてやられたなっていったところですが、まあ、二つの城をね、また再度奪うことができたので、まあ、これはこれで良しとするしかないですね。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。